いやてか応援広告がやばい、やばいらしい、やばい数あるんだ。いやなんかアニメーションとか何種類もあったり、しかもなんか海外に広告出してるとか、なんかちょっと把握しきれてないんだけど、俺もチラッと見たらだけでも結構もう本当にね、嬉しい、本当に嬉しい。やっぱ街中に自分がいるの嬉しいね。嬉しいんだけど、今年はね例年に比べるとマジで用意してるものがない。もうまたあり行く感じだったから、広告の量に反して俺が何も出せないのがちょっと申し訳ないかも。何もではないんだけど、いや俺はこんなにいろいろもらってるのにちょっとお返しできるものがないなって感じだったね。ただめちゃ嬉しい。あ、存在してるだけでいい、存在してるだけで広告出る、やべえな。それもう指名手配犯じゃんそれ。存在してるだけで広告が出るって、何かしたわけじゃない、指名手配犯か俺ぐらいじゃないの。ウォンテッドって書いてなかった、その応援広告。クズハ通りができてた、ありがとうございます。いやマジでありがとう。懸賞金928円。いやそう、今年の目標チルだったんだけど、気づいたらとんでもない量のイベントを、しかもこれ年末にかけてまだまだイベントというか、まあ行事がございます。多分朽ち果てるんじゃないかな。来年までみんなと年越せるか怪しい、マジ怪しい。今月はね特に忙しかった、いろんなことがあって、まあ、ちょっと俺にとっても楽しいことがいろいろあるんで。 FF 雑貨戦やってほしい。いやちょっと俺ね今回ちょっと怪しいんだよね。もしかしたらね、ちょっとこれ以上は言えないですけど、ちょっと俺怪しいかも。なんか開くみたいなのはね言ってたが、どうなんだろう、ちょっと俺怪しいね。ストロークはねやってる、俺なんかストロークずーっとやってるよ、白目向きながらストロークやってる。今日1500まで落ちた。指定杯、ああちょっとねその指定杯やるらしいんだけど、ちょっと怪しいんだよね俺指定杯、ちょっと怪しいんだよね。リツイートしたんだけど、もしかしたらこれ老子ソロで出る可能、まあちょっと怪しいんだよね。V スポの新人見た、今日ストロークやるらしい。やばくない、ルークから豪輝行ったんだって。さすがに俺目の端で捉えてもう、うん、向いたよねすぐ。え、ああ、 V スポンスポンスポンで、あ、新人出るんだね、うん、あ、ストリートファイター、いい趣味持ってんね、あ、ルーク豪輝、あ、レジェンド、伝説ですよレジェンドって。レジェンドやないかい。24位、やばバーヤーだねそれ。それラオシーと殴り合ってる可能性あるよね素で。ガチでやばくない、なんだバケン、なにレジナルドなんだけど、もうバーヤに報告しちゃったもん。ワンチャン老子の子供説あるな。成長早いからね子供って。いやバングラインになるんじゃないかな。もうだから教えてなんか戦うとかじゃないもんね、対戦会でアーダコーダとかじゃなくて教えてもらう側だもんね。いやちょっと V スポ極まってきたね。クザ困惑とレジェタッチできた？いやできてね、スタートダッシュキャンペーンでしょ、無理だった。ラオシーのことトトって呼んだらね確定だね。いやさあれか、
あんま他芸の話しない方がいいか。一応プロモーショナルだからさ、あんま他芸の話しない方がいいか。いや俺今適当に50音喋っただけで別に何の意味もないよ。今俺が喋ってたバーやとか何の意味もない文字の羅列を今喋ってた。何の話してんのみんな。よし、何の話してるか分かんないわ。てか、おはよう。これもうちょっと配信中これ。何これ。あーちょっと寝てたわ。なんか言ってた俺。いやごめん、なんか普通寝言で何？プロモーション中に睡眠。そっちの方がやばい。そっちの方がやばい。メタルギアの話はオッケー？メタルギアの話しようよ。じゃあなんだっけ、デルタだっけ、シグマだっけ、アルファだっけ。てか遊戯王の話しようぜ。先行を引く以上。え、てかパワプロしない、もう今から遊戯王の主人公の名前つけて。まず誰だっけ、石田だっけ、誰だっけ。リーゼントのさ、石に挟まれる頃あるやつ、ホンダか。石田は違えわ、ホンダだ。城の内てかホンダ別に主人公じゃねえわ。あ、いやいや主人公か、ホンダが。ホンダと愉快な仲間たちだったっけ。ヘルカイザーフミ来たけど、え、俺もなんか名前つければよかった。なんかつけようぜ。テーブル離れよ。混沌の混沌、なんだっけ、暗黒の混沌王みたいな、なかったっけ、混沌王。ちょっとごちゃごちゃするな。暗黒界の混沌王だ。なんかそんなカードあったよね、暗黒界の。暗黒界の暗黒界一の、こんなんあんの、暗黒界に。ジェノサイドキングサーモン。暗黒界じゃん。何これ、暗黒の海じゃん。暗黒界の海は暗黒界の暗黒界ってこと。暗黒界の海なんだ。ほんげー。あの広告改めてありがとうございます。いや、ありがとうございます。ちょっと今年はね、誕生日あんまり用意できてないんですけど、ちょっとまたありな感じなんですけども、あとそうだ、あのボイス、ちょっと注意喚起しときたくて、今回出すボイスがちょっと外注、気合い入れて外注にしたんですけど、まあ糖度がちょっとやばくて、おそらく結構糖尿病レベルなんで注意してください。買う人は、そのボイスは、誕生日ボイスは。今回ちょっと運営さん台本じゃなくて、匂うはちょっと台本のあれがちょっと失礼か、香ばしい可能性があるんで、体勢がある方だけでお願いします。